アッシュドッドはイスラエル南部地区に位置する都市である。ショッピングモール人口の年齢構成は10歳未満は19.7%、10歳から19歳までは15.7%、20歳から29歳までは14.9%、30歳から44歳までは19.1、45歳から64歳。 までは19.1%、11.3%は65歳以上であった。アシュドドは、イスラエルの年齢構成平均より著しく、若いと言える。初期の移民は、モロッコ系、エジプト系のユダヤ人であった。1960年代から1970年代に、かけて、多くのルーマニア系、グルジア系の移民を受け入れた。1990年代の初め、 旧ソ連諸国から約6万人を超えるユダヤ人が移住した。1990年代、エチオピア系のユダヤ人が移住。近年では、フランス系、アルゼンチン系のユダヤ人が移住している。インド、マハーラーシュトラ州出身のインド系ユダヤ人である、約6万人はここで定住している。市には、世界最大のカライハコミュニティがある。かつて、 フィリスティア人が住んでいた町であり、ミケーネ文明の影響を受けたと思われる遺跡が発掘されている。アシュドッド市議会には25人の選ばれたる議員が存在。市長は5年の任期制である。アシュドッド港アシュドッドは、イスラエルで最も重要な工業中心地の一つと言える。市の産業活動は、港湾地域、ラキシュカ周辺など、主に北部地域にある。 アッシュドッド港はイスラエルの港湾貨物取扱量の約60%を扱うイスラエルで最大の港である。近年改良されパナマックス船の停泊を可能とした。様々な船会社のオフィスも港湾地域に集中している。ありがとうございます。